皆さんこんにちは。いつも演奏動画をご覧くださいましてありがとうございます。楽器を作るプロジェクトの2つ目の動画ですね。はい、昨日作ったパーツからさらに発展していきたいと思います。やっぱりこうものづくりって不思議で、こう頭の中でどんなにこうもっと良くするにはって考えてはいるんですけど、実際にこうやっぱ形にしてみて初めて気づくことっていっぱいあるんですよね。今回もきっとどんどん作りながらそういうふうなアイデアが降りてくるんじゃないかなと思います。じゃあ早速昨日の続きからやっていきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。では行きましょう。はい、ようやく1時間ちょっとかかってレーザーカッターでの加工が終わったのかな、一応終わったかなと思いますが、ところどころ抜けてないところがありそうで怖い。開けてみましょう。そう、ちょっとねもうちょっとスピードを遅く設定すればよかったなと思ったんですよね。まあ、2回パスを書いたところはちゃんと抜けてるんですけど、抜けてない可能性がある。もし抜けてなかったらもう1回1時間ちょっとかけて作り直しですね。なるほど、抜けてるところもあるけど、貫通してないところもやっぱありますね。これは大丈夫なところはそのまま使って、ダメなところもう1回ちょっとやり直そうかと思います。頑張りましょう。いきます。レーザーカッターで作業してたらレーザーカッターが急にシャットダウンしちゃいました。おそらく原因としては、あの水冷式 あのレーザーチューブが熱くなりすぎないように、その水冷式で冷やしてるんですけど、多分それが熱くなりすぎちゃって自動的にあのマシンが多分シャットダウンしたと思うんですよ。でもこう電源をもう一回入れ直してみても、今電源が入らなくて、やばどうしようかなと思っていろいろ苦労してるところです。一応あのメーカーに今連絡してメールしてるんですけど、まあ、それがいつ帰ってくるかわからないんですけども、このレーザーカッターが復活しないと楽器作りが進まなくなっちゃうので、どうにかしたいと思います。わあ、いろんなトラブルが起きるもんでございます。頑張ります。はい、皆さんお待たせしました。よかった、無事にすぐ戻りました。いろいろ一つ一つ確認をしてって、これをこうやったらつくかなとか、ヒューズはどこに入ってるんだろうなとか、いろいろこう一つ一つチェックしていって、どうにか復活できました。まあ原因としてはここでした。私の使ってるはい、原因はこれでした。まあ、これが私の使ってるレーザーカッターなんですけど、まあ、あの外国のね、あの電圧の規格で 110V を使ったりするので、まあ、一応この昇圧器で 110V とかに上げて使ってたんですけど、まあ、原因はこいつ あのヒューズが切れたのかな。これがなんか電源入らなくなっちゃって、あ、じゃあまあそれならと思って、まあ、実際にこっちのコンセントにね普通につないでみました。まあ、これ一応 110V って書いてあったんですけど、後々商品説明をよく見たら 100V からもいけるじゃんっていうのが分かって、でまあせっかく買ったし 110V でいこうと思って使ったんですけど、それが原因だったかもしれないですね。はい、はい、ただまあ無事にもう一回復活できたのでよかったです。本当ね、こういう日本製品じゃなかったりとか、まあ、これも海外から輸入したい買ったレーザーカッターなので、なかなかこの日本語でトラブルシューティングとか説明書がないんですよ。なのでこう自分でここはこうやったらいいのかなとか、プログラムの設定とかも自分でチェックしながらやってたので、まあ一つ一つそういうね問題が起きるたびに強くなってるんですね。そういうことにしておこう。それでは一応復活したので、はい、作業を再開していこうと思います。行ってみましょう。はい、今やり直しが終わって少しずつ今カットしてっていうところです。一気にやるとまた失敗した時のリスクがでかいので、少しずつやることにしました。で今すごい快適です。でレーザーカッターって、ちょっと今煙がすごかった。まあ、もちろん焼きっていうのは煙もすごいんですけど、何が今言いたいかっていうと、こううまく切れてるとすごい気持ちいいんですよ。これ今カットしてあるんですけど、カットしたところがちゃんとこう、わかります?ちゃんと抜けてるっていう。ちょっと今片手でやってるから難しいんですけど、こうちゃんとね、パーツが切り出されるっていう感動ですよね。楽しい。超楽しい。いや、去年このレーザーカッター買ったんですけど、これはすごく買って正解でしたね。まあ、もちろん日本円で買うよりもすごい、日本円じゃない日本で買うよりも同じクオリティのものが中国から買うとすっごい安く買えるので、まあ、もし興味ある人いたらコメントください。
まあ、というわけでレーザーカッターによる加工が終わりました。朝から結構レーザーカッターが止まってしまったりとトラブルがありましたけど、昨日描いた図面を一応こう形のパーツにしてきました。ここまで大体どのくらいかな、カットだけで 3,4 時間ぐらい失敗もあったのでかかっちゃいましたね。でもこうイメージした通りに切ってくれるっていうのはすごくいいですね。だってこういうのやっぱ手でカットしてたらかなり時間かかるし、まあもちろん厚みによっては自分でやらないといけないけど、まあ、すぐにこう形にできるっていうのはすごくありがたいなと思いました。ただちょっとやっぱ加工してみて焼き切ってるのでどうしてもね寸法がちょっとちっちゃくなっちゃうところがあって、ここのちょっと分かりにくいかな、ちょっとこう突起が出てるの分かりますかね、まあ、ここにちょっと輪ゴムを引っ掛けるようにしようかなと思ったんだけど、ちょっと細すぎたので多分数回で折れそうな気がするので、こういうところとかはちょっと設計し直さないといけないかなと思います。じゃあちょっとこれをね組み合わせて作っていってみようと思います。いきましょう。で今回作ってるのはできるだけちょっと接着剤とかをあまり使わないで組み立てられるように作りたいなと思って設計してます。まあ、全て使わないっていうのは難しいんですけど、一応こうはめ込んだりとかしてちゃんとロックがかかるようにできる。よし、それでこっちも一応こんな風に入りましたね。でこっち側の方もこれでまあ蓋をして、ちょっと本当ははめ込みますけども、ちょっとしっかり、あ、頭の中のイメージですけど、これがちゃんとくっついて、これがこう読み取るところのパーツになるんじゃないかなと、ちょっと頭の中で妄想しながら作ってます。でもすごいいい感じにできてるような気がする。じゃあちょっともうちょっと組み立てていきたいと思います。感じで作業を進んでいます。ではちょっとこれから楽しいところに行ってこようかと思います。どこでしょう。まあこういうものづくりが好きな人だったらきっと好きなんじゃないかなと思うところに行ってきます。はい、無事に目的地に到着しました。目的地はホームセンターでした。今から必要な材料を買ってきます。行ってきます。はい、それではホームセンターから帰ってきたのであっという間でしたね。なんか今日はちょっとオークションで落札したあの電動工具を受け取る用事があったので30分ちょっとしか入れなかったんで、30分の間に木材カットと必要なパーツを急いでかき集めてきました。で買ってきたものとかも無事に揃ったので、ではこれから今夜までにちょっと仕上げたいところまでやっていきたいと思います。今日はここまでまず作りました。はい、今日朝からずっと加工したりしていて、一応こういうパーツをレーザーカッターで切り出したりしました。今携帯がピロリンってありましたね。リアルタイムな感じでいいですね。はい、そしてまあ、ここにその削り出した、はい、パーツを少しずつねこう組み立てていっております。あ、ちょっといろいろメールが来るな。ピロリンって消していけばよかった。まあ気にしないでください。はい、今日は一応このパーツの部分を全部組み合わせてみようかなと思います。でさっきあの楽天でダイエットにね最適なおからクッキーも届いたので、おからクッキーも食べながら頑張っていこうと思います。さあ、どんな風に編集されるんでしょう。では頑張っていきましょう。はい、それでは続きやっていきましょう。なんかもうちょっとねこのテーブルの上を映すんだったらもうちょっと綺麗にしておけばよかったなって今更ながら思ってます。まあ、まだ撮影しながらやるっていうね慣れてないので、で今日こういうのも買いました。輪ゴムですね。また輪ゴム買ってるのかよと思うかもしれないけど、昨日買った輪ゴムと違ってあの輪っかがね小さいタイプにしました。まあ、それをここにね引っ掛けたりしていこうかなと思ってます。さて、何からやろうかな。まあ、昨日作ったねこのパーツを19個分全部並べていこうかなっていうところなんですけど、
今日買ってきたね、この3ミリのアルミの棒、これをここのところに全部通して、これじゃないけどこういう状態をね作ろうかなと思ってます。なのでまずこれをね切るところからやりましょう。ちょっと印を書いて切断していきます。はい、今アルミの棒をカットしてきました。これを一応ここに通せるはず、うん、入りますね。はい、じゃあ今日作ったこれをねちょっとつけていこうかなと思います。はい、皆さん今日はコマ撮りにちょっと動画を撮ってみてたので、あとで編集してつないでみた時にどんな風に見えてるかわからないんですけども、一応昨日設計図を描いたパーツができました。完成しました。ただまあ完成してみて、まあもうちょっとここはこうしないといけないっていう改正点も見えたので、まだこう 100% の完成度ではないんですけど、昨日の状態からどこまでちょっと進化したか見てください。こんな感じにできました。はい、ちょっと付けは汚いけど許してください。昨日はこんな感じです。はい、これでちょっと踏まえた反省点を生かして夜設計図を書いてできたのがこれ。バーン、どう、すごくないですか。昨日からこんなに進化しました。で、これ手回しオルガンのあのブック読み取るための爪のところなんですけど、ここを最初ブックがこうやって押さえると、まあ、ここに多分リードボックスの穴が開いてる予定なんですよ。でグッと押さえられて音が鳴らないようになるんですけど、まあ、これでこう穴が開いているところだけブックのこのピンがね上がるようになるので、それで普通の手回しオルガンみたいに音をコントロールできるんじゃないかなと思ってます。なかなかいい感じにできてるんじゃないかと思います。まあ、今私の頭の中にはこういう設計図が、全体の設計図が今入ってて、まあ、それを一つ一つ設計図に実際に紙にして、はい、作っているところです。いや結構綺麗にできたんじゃないかなと、まあ、ただここの輪ゴムがね、もうちょっとこう小さいサイズの輪ゴムが欲しいなと思ってるんですけど、ちょっとこれよりもちっちゃいやつ、一回あの歯のさ矯正用のやつもいいかなと思ったんですけど、なんかあれ硬いみたいで、まあ、まずちょっとこのよくありそうな輪ゴムのやつで、はい、ここにつけてみました。はい、どうでしょう。もしあのよかったら感想コメントとかコメントいただけるとめちゃくちゃ励みになります。はい、いかがでしたでしょうか。今日は、もう正式名称が分かんなくなってくるし頭も働いてないんだけど、さっきご覧になったパーツをちょっと作ってみました。やっぱり1日かかりましたね。その前日の夜とかに、まあ、それを作った上でなんか見えてきた改善ポイントとか、まあ、そういうのをまた新しく図面に作り直して、まあ、次の日朝起きたらその図面をもとにまたちょっと加工したりしてパーツを作ったりしていこうかなと思ってます。一応明日この今作ったやつのもうちょっと最終調節をして、まあ、本当に本当の最終調節は多分他のパーツもできてきて、実際にこの全体のバランスを見てちょっと調節する必要があると思うので、あんまねここばっかりにこだわりすぎると何も進まなくなっちゃうので、これが完成したら次のところに行きたいと思います。次はどのパーツに行こうかなと迷ってるんですけども、結構まあ音の心臓部であるあのリードボックスのところをねちょっと作っていってみようかなと思います。なかなかこの物撮り動画まだあの編集も慣れてないので、いつこうね撮影のボタンを押そうかなとか、あ今押しとけばよかったと思う時もありますけども、まあ何年か後とかにこの制作過程のね動画を振り返ってみた時に楽しんでもらえたり、この私のこのプロジェクトを応援してくださる方の何か楽しみなコンテンツになってもらえたら嬉しいです。さてでは演奏動画の編集もしていきたいし、明日はブック作りもしたいと思います。もうやることいっぱいありすぎて、今日もあのテレビのねインタビューとか、なんか編集の違うな、今度あの山梨のテレビに一本なんか番組を出ることが決まりまして、それの打ち合わせをしたりしておりました。はい、というわけでどん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 頑張っていきたいと思いますので、もしよかったら応援コメントチャンネル登録で応援していただけたら嬉しいです。それでは皆さんも体に気をつけてお過ごしください。頑張りますので応援よろしくお願いします。またね、バイバイ。